仕事が出たようですけれども、そのためにね今ちょっと、録画撮ったんじゃないんですね。ですね、今回ね、なかなか難しいんで、勝率がさ、例えば10% 以下の時にね、10% 以下という勝率が非常に悪いのの分析でね、逆に投資するというインジケーターに変更できるようにしました。分析ですね。それでちょっと別に少し試験投資なんで、今週7来ましたけど、試験投資です。いや、これ勝ちそうですけどね。ただ今769円しかないので負けてるんですね。それね、調整中です。だいぶ投資でね負けてきちゃったんでね、ちょっとデモで試験です。でこちらなんですけども、これ勝率 40% 以下で0ピップス以下のマイナスの、ね、利益を分析させてますね。で通常逆張りなんですけど、この時に投資するときは順張りになりますね。そういう投資方法をちょっとやってます。前にやってましたけども正確じゃなかったんですね。で今回すごく正確になりました。でこちらの方は順張りですね。その通りです。シグナル通り勝ってたら勝てたシグナルで投資します。これはなかなか勝つのがタイみたいな感じで、だいたいねタイなんですよ。そこまでしかいかないんですね、よくやってもね。だからそれでちょっと困って、こちらの方で前に作ってきたのを正確にしてちゃんとし直しました。なぜ今ね、いろいろ大変なもんですから、あらら下がってきちゃったね。ね、これ困っちゃうね。ということでね、こんな感じで難しいんですね。で、今分析してますけども、弱っちゃいますよね。これ今だから勝率 38% が1週間前から17個の仕組みになると、平均ピップスがマイナス18ピップスですね。この通りやるとこんなに成績が悪いと。だったら逆に投資したらどうかということでやってみたんです。で送るときは逆にシグナルを送ります。セールだったらバイですね。そうにしてます。今度ちょっと変わったやり方ですね。今ねバグでね、逆にフラグの方を逆に0からじゃなくてマイナスにした時にね、プラス設定しとかないといけないんです、初期でね。それ間違えたんでカウントされなかったんですね。記憶されなかったんで出なかったんですけど、直しました。ストーブね、暖房ちょっとつけたんで、山小屋なんでここね、灯油入れるの夜だから、明日の朝入れますので寒いんで湯たんぽ体に入れました。ストーブオイルがなくなっちゃったです。ああこんな落ちちゃったんですね。これね、勝てそうだったんだけどこうなっちゃうんだね。これね、お湯が沸いたんですね。これね、こっちの方の仕事部屋に電子レンジとレーザープリンターを置いてね、さっきねやってて、ゆうちょのあれ何ですかって、今年の取引っていうのはね、送金とか全部出せないんで頭にきてね、ゆうちょの何ですかあれは一体、税金の申告とか税の申告に帳簿に必要なんですよね、あれ。タイピングできないね。何 ?1 ヶ月しかできない？ 1、2ヶ月しか。冗談じゃないね。じゃあ何のためあるんだ、郵便局の意味がないだろう。
で、通帳をコピーするのか、いちいち。何をやってんのか知らないけども、いい加減しろって言うんだよ、ほんと。遊んでんじゃねえんだよ、女の。頭にくんな。ひでえ話だよ、あんた。帳簿全部証拠残んないじゃないんだよ、ゆいちゃんの。勝手に自分とか使ってんの？頭にくるね、何をやってんのか、税金の申告の時に困るよ、女のは。後だったら取ってなかった。まあ、会計事務所の方に、ね、データ取ってはいるはずだからね。うん。頭に来るというかね。で、そういうことでね、難しかったことをちょっと調整しました。一つしか出てこないねだけどね。シグナルこちらの方しかね。で、こっち買ったかな？ちょっと戻ってきたけどね。今日はこの時刻ですね。10時4分。ね。11月22時4分ですね。22日木曜ですね。残り13秒ですね、録画ね。そういうふうにね、逆算が取れるようにしましたけど、また前やってましたけど、こちらのインジケーターでも逆算取れるように変更しました。